犬、行こうか。また壊れてるかな。でも古いのは学校より温室の方なんだよね。壊れてなさそう。なんかスーちゃんを見つけたのがずいぶん昔の気がするね。うん、いいの、きっとループから抜けたら会えるもん。やっぱり平気だ。ちょっと安心した。じゃなかったよね。どうして新しいところから壊れていくんだろう。学校の方が新しいのに。新校舎が壊れちゃったらどうなっちゃうんだろう。次は合宿所かな。ごめん。もう絶対センターライン踏めないね。昨日ので加速しちゃったのかな。はるかが来た後もさ、すごく壊れたじゃん。ループから脱出したらちゃんと戻ってるといいな。あ、とうとうここもダメになっちゃったね。もうここで夕焼け見るの無理だね。はるか、今日来ると思う？私、来ない気がする。なるんだもん。学校だって明日は新校舎かな。明日合宿所がなかったら傑作だね。その次のループはどうなっちゃうんだろう。帰るの。もう一度出てみるの。うん、今日は平気かもしれないじゃない。昼になったらまた壊れてるかもしれないもん。わかんないじゃない。行こうユイト。帰る。絶対帰るんだもん。
どうして返してくれないんだろう。どうして私たちだけ。どうして。帰りたいよ、帰りたいよ、はるか。これからどうしよう。絵描こうか。でも合宿なんだもん。私絵しかできないから、絵以外に何したらいいのか分かんないよ。だって私下手だよ。
私、夢なんか見ないよ。え？どうしてダメなの？私、普通に来てるだけなのに。ループ？ループって何？だって私9月1日の記憶ないんだもん。お家にいたよ。もういいよユイト、アルカが来てくれたんだから。いいじゃない、アルカがいてユイトがいて私がいて、それでいいじゃない。それ以外に何が欲しいの？もっと世界が壊れて欲しいの？いいことにしようよ、アルカは悪くないんだもん。せっかく来てくれたのに、変だおかしいだなんてひどいよ。お兄ちゃん、私帰った方がいい？気にしないでいいよ、ユイと疲れてるだけなの。だから。でも。いいから、夕ご飯まだでしょ、一緒に作って食べよう。手伝いに来てくれたの？皿洗い、今終わっちゃったよ。何？何が？その話は、もうやめよう。逃げてないもん。ユイトは遥が嫌いなの？一緒に帰るんだ。3人で手をつないで、また去年みたいに。明日は何して遊ぼっかな。私が来るのって変かな。そんなことないと思う。多分お兄ちゃんが正しいから。私は頭の中が真っ白で、顔も真っ青になっている。ユイトが体を支えてくれているけど、自分の体じゃないみたい。廊下の角を曲がる。いや、声がする。行きたくない、見たくない。そんなの絶対嘘だもん。絶対認めないもん。だっていつまでもユイトがいて、私がいて、
新校舎にも来ちゃったね。だんだん近づいてくるんだね、私たちに。どうして止まらないんだろう。はるかもいるのに。いるよ。私が起きた時寝てたもん。この間みたいにいなくなったりしてなかったよ。いつ新校舎壊れちゃうのかな。でもいいんだ、はるかがいるんだもん。ゆいともいてくれるもん。世界が壊れたって。私今日はるかと一緒に帰る。いつも遅いからうんと早く準備するの。はるかと一緒だったら出られるよ。今度はね、ちゃんと3人で帰るの。私、ご飯作ってくるね。